ジョイイーターズポッキャス変革への道こんにちは伊藤定一ですこんにちは福井奈々です今日はですね日本初のステーブルコインを入れている三菱 u f j 新宅銀行の斎藤達也さんにお越し頂い,いておりますよろしくお願いしますよろしくお願いします斎藤さんの、はいはい、プロジェクトプロブマといわせてく、はいぜひ そうですね。あのー、対象はあ,のあらゆる価値なんですけども、まあ、例えば分かりやすいのだとその不動産とか、えっと、飛行機とかですね、ああいうその資産をこうデジタル化してこう有価証券としてこう発行するというあのセキュリティートークンというあの分類がありまして。 日経新聞さんとかだとデジタル証券とかっていうふうな言われ方をするんですけど、あと今だと,えっと多分一番わかりやすいのは、まあ、NFT っていうふうな言葉であの代表されるような何かのこう権利とかがですね、あのついているようなトークンっていうのがこうユーティリティートークンって呼ばれたりするんですけど、こういうユーティリティートークンもあの発行できたりとかですね。あとはあの今回まさにあの話の対象になっているあのステーブルコインっていうのがあって、であのステーブルコインはですね、あのわかりづらいのは自称ステーブルコインっていうのがいっぱい いるんですよ自称,自称ステーブルですって言ってるコインがいっぱいあるんですけど一応あの法律がちゃんと日本だと世界に先駆けてできてちょっと小難しいんですけど電子決済手段っていう名前が与えられてで、まあ、ちゃんとその、まあ、例えば1円と,、えー、と1コインがあのしっかりこうペックされているあのコインっていうのがまあステーブルコインで、まあ、それはあの今回あのちゃんと法律が、えー、2022年にできてで2023年に施行されるので。 まあその法律に合わせて、ちゃんとステーブルコインをこう発行できる仕掛けっていうのも、このプログマという仕組みの中でえやるということなんで、セキュリティートークンとユーティリティートークンとステーブルコインを発行するためのプラットフォームっていうのがプログマというプロジェクトですこういうふなんか、何ができなかったとか、無理、はい、ができるようなそうですね、あのまあ、ステーブルコインでいうと、あの日本で実はそのステーブルコインというのは取り扱いできてなかったっていうのがあって、日本人の方が、例えば、 一番わかりやすいのだと、あのテザーというやつとかですね、あとはその USDC とかっていうあのステーブルコインが海外だとあの発行されてたりとかしまして、でまあ、そういう,こう暗号資産をやっているような方が、あのテザーとか USDC とかを取り扱うと思うと、日本の取引所だと今、取り扱いできないので、えー、と海外の取引所とかですね、あの海外と直接こうやり取りしなきゃいけないというところがまあ,あったんですけど、まあ、今回の,その法律がちゃんとこう施行されると、えー、日本人の方が日本で、 その海外で出てるようなステーブルコインも含めて、えー、と取り扱えるようになるっていう風な感じになるので、まあ、そのよく別にデジタルマネーとかいっぱいあるので、そのステーブルコインがあると何がハッピーなんですかっていう話はあ,のあると思うんですけど、例えばその私とジョイさんが今、そのトークンのやり取りで、私の持ってるその不動産トークンをジョイさんが買ってくれたとしてもです、ね、この間にあのジョイさんから私にお金を送ってもらうときにです、ね、その既存の金融のいろんなインフラを経由して、 るることになるので私二営業日待たされるん,ですあの上司さんに私の ST 一瞬で移せるんですけど借金まで2営業日こう回ってなきゃいけないというのがあるんですがステーブルコインがあるとこうどっちもブロックチェーン上にそのものの方も金の方もあるので一瞬でこうやり取りがしかも間に別にこう信頼できる業者とか置かなくても一瞬でできるようになるってこれが一つと前回のポッドキャストに出たスマートコントラクトっていうのがあってでステーブルコインまあ パミッションですとステーブルコイン、だからブロックチェーンにあるステーブルコインはあのことをスマートコントラクトが理解することができるのでだからスマートコントラクトにステーブルコインを送り込むと鍵が出ていくっていうことはステーブルコインだとできるけれども銀行なんかだとできないので本当に円でスマートコントラクトをやり取りするにはステーブルコインが必要。もうじゃあそもそもなんかその通貨も変えてしまったって <laughs> まあその特定のエリアでっていうふうな感じですね。で もう一つが、いわゆる Web3 と言われているその日本以外の、の、まあ、今のだとだどっちかというとユースケース、日本の話なんですけど、日本以外でもその暗号資産に置いておくと、やっぱりその価値が結構変動したりとかあしたりするので、こういわゆるリスクオフというか、ですねこう変動を抑えたい置き場所として、ステーブルコインというのは結構あの選ばれてたり。ボラティリティに左右されない。そうなんです、そうなんです、ねあ。それを法廷側に変えなくても、そういうあのボラティリティに左右されない置き場所っていうのが、まあ、海外だとステーブルコインというのが、まあ、あって。 ですけどまあ、日本の方だと日本でそれをできなかったっていうのが今までなので日本でもそれがちゃんとできるようになると,、えー、とそういう置き場所として、えー、とステーブルコインっていうのがちゃんと使えるようになるで、この2つが多分あの今までなかったっていうところですねその経緯についてなんですが、ねはいはい、ステーブルコイン発行することに経緯をこれはもう遡ること2021年。 の、えっと、夏頃から、えっと、金融庁さんとちょっとこう会話を始めたところがありまして、でやっぱりですねあの、いわゆる自称ステーブルコインの,あの、まあ、事件って、年だけでも結構やっぱりあって、でまあ、あの必ずその1ドルで、えっと、保証してますとかって言ってるんですけど、まあ蓋開けたら、もうすごい価値なくなっちゃいましたっていう、そのいきなりその価値が消失するみたいな事件が、まあ今年結構顕在化したと思うんですよね。 利用してる方からするとその不安でしょうがないので、まあ、その代わり利便性もあったと思うんですけど、まあ、ここって結構トレードオフの話で、これやっぱりそのしっかり規制しなきゃいけないねっていうのは、これ別に日本だけがです、ね、先走ってる話ではなくって、国際的にそういうやっぱり論調になっているので、えー、と日本はある意味その先駆けてあのそういう法律を作ると。でそのの時にに結構その鍵になるのが、 こういわゆるウェブ3だと,こうとトラストレスっていう世界が基本発想でこう別に誰にも信頼ポイント置かなくてもちゃんとやり取りできますようがベースだと思うんですけど重要がないですそうないんんですそうなんですすそうただ、えっと、ステーブルコインで起きてることって結局多分ステーブルコインの発行体をわある種トラストしてるところがあって、まあ、ちょっとアルゴリズム型とか一部ちょっと例外を除くんですけど、まあ、なのでこの人がちゃんとその資産を保全してますって言ってるんですけどいやしてなかったっていうのが結構明るみになっているというのがあるんで。 まあ、トラストするならちゃんと、あのーまあ、ト,トラストホルダーを規制しましょうというのを、まあ、しっかり作るとで、その時に分かりやすいのが、日本だと信託というふうな仕組みがあって、ね、この中にその、まあ、1円なり1ドルなり、その裏付けとなるお金を入れとけば、 信託銀行があの別に倒産しても守られますし、その仲介してる方が倒産しても守られるし、そのまあ例えば USDC であればサークルって会社が発行体いるんで、まあ、サークルが倒産したとしても守られるという、まあ、この信託っていうのがトラストを使う上では非常に便利な器があるので、ということでその信託を使って、あのしっかりそのトラストされたステーブルコインを、これは別にパーミッション型か。 パーミッションレスか関係なく出せるようにしましょうっていう動きが去年からこの1年にかけてようやく整ってきたっていうところですね。はい、パーミッションレスとあのあのパーミッション型ってちょっと説明してあのちょっとそうですよねあのテクニカルなんですけどパーミッション型とパーミッションレス型ってこれあのステーブルコイン発行してるこのブロックチェーンのこう基盤の違いみたいなところがあって。で あのパーミッションレスはあのいわゆるこう一般にブロックチェーンであのイメージするような。 その誰でもあのアクセスできるっていうふうな、まあ、インフラなので、まあ、当然、それに国も関係ないですし、あの法人も個人も関係ないです。簡単にすぐにパッとできちゃう,う,そ,うですそうです、そうです、インターネットの URL と同じで、URL さえ分かれば、あの今どうなってるかって全部入れますというのがパーミッションです。で、でパーミッション型って言ってるのは、これ、アクセスできる人をこう限定しているブロックチェーンというふうな感じなので、まあ、その究極系がいわゆるそのプライベート型と言われる。 まあ、その自,自分しか見れませんというブロックチェーンですね。まあ、なのでこれはあの自社のデータベースともやってること変わんないっていうのがプライベートで。 でコンソーシアムって言ってるのは、このアクセスできる人は、もうあの誰でもかんでもではないんですけど、ただ、その、おまあ、一定のその許可されたあの人はみんなで見れるっていうふうな話なので、まあ、言ったらば、その、な,なんかの,その集団とか、なんかのコミュニティとか、その企業連合の中で、データをやり取りするときのインフラとして、そのコンソーシアム型ブロックチェーンっていうのが、これ、どっちもパーミッションがいるので、パーミッション型の、えー、とブロックチェーン。 でまあ、一切許可がないのがパーミッションですね。まあ、それぞれであの発行するステーブルコインがこのパーミッション型の、えー、ステーブルコインと、パーミッションレス型のステーブルコインっていう風な感じですね。で、写真を通しているのは、パーミッションレス型の。これ、どっちもですね。<あ>はい、でも、パーミッション型の方から実はやってたんですよ。まあ、やりやすいですし、あのさっき例として申し上げたその不動産のやり取りとかは、これ、パーミッション型でやってる話なので。 コンソーシアム型ですね、やってる話なので、まあ、こっちの話を先にやっていました。で、一方で、このパーミッションレスのステーブルコインの話もないと、やっぱりその Web3 のエコシステムと接続できなくてですね、すごい日本ガラパゴスな仕組みになっちゃうわけですね。うん、で、そうすると、まあ、せっかく海外では USDC とかテザーとかいろいろ発行されてるのに、うん、まあ日本人はこのエコシステムから一切こう離れた。 すごいローカルな世界で Web3 やることになってしまうので、まあ、パーミッションレスもやんなきゃいけないと。で、ただこれ、誰が推進するんだ問題というのが、まあったんで、なので、ちょっと民間の声としては、やっぱりちょっと一つにまとめないと、ですねいろんな人がいろんなことを言ってても、その規制をする、その金融庁さんなり、自民党の,の Web3PT さんなりにですね、こう考える側も、どう作ったらいいのかっていう話が、やっぱりこうちょぐらになってしまうので、それであの11月の30日に公表したのが、 こう我々がこう一旦事務局をやっているそのコンソーシアムがあの組織としてあってです、ねで、これが今160、今直近など8ぐらい参加されている、まあ、比較的大きなこう企業の集合体みたいな感じなんですけど、えっと、ここで、えっと、暗号資産交換業界の方も、その伝統的なその我々を含む金融機関の方も、いろいろな方が入っていただいて、でこうワーキングを作ってですね、このパーミッションエス,ステーブルコインを日本でやるには、 どうやったらいいのかというふうなところを、まあ、議論をまとめてで、それが公表できたのが、この撮影が26日なので、えー、とその先週の金曜日、日23日か、海外でできなかったことが日本でできるようになったっていうのが、もう本当に大きなビッグステップだったそうですねあの、今までは規制が日本だとなかったので、えーと、海外で発行されてるのものをそのまま日本では使えなかった。 た,ただ、海外より少し先に進んだのは海外ではここまで細かいステーブルコイン法っていうのはないので意外にこういろんなステーブルコイン一緒になっちゃってるけども日本はその頑張ります、ステーブルコインと絶対大丈夫です、ステーブルコインっていうのは分けたのでそしてその銀行とかが発行するものがちょっと見分けができるっていうのは今まで海外だとやっぱその規制がな,ないからやれますよっていうのが海外ベースなんですけど日本だと規制がないとあムねハシ誰も。 まあ、渡れないというか渡ると叩かれる国なんで、えーとまあ、や,やれないというところがあるんで、まあ、そういう意味ではあの先駆けて性はできたので、えー、とどのタイプの,そのステーブルコインなのかでその利用する方も、えーとまあ、期待値はどれぐらいなのかとあのこうちゃんとこう保証されているものなのかそうじゃないアルゴリズムなのかというふうなところが、まあ、ある種ちゃんと経営を持っても分かるようになっている今あのその保証してるっていうのを具体的にどういう保証なの,僕はあの プログマステーブルコインを持っていくと現金がもらえるあそうですねあのそこが確実にやれというふうになってるあのところなので,でこれ誰がくれるのえっと発行体ですそうだよねだからプログマっていうのは発行するプラットフォームだけど、はい、その裏にいろんな銀行があってその銀行のステーブルコインを持っていくとその銀行が払い戻してくれるでそういうことだなのであのプログマ自体がその発行体になってプログマコインというコインを発行するのではなくて えっと、プログマはあのセキュリティートークもユーティリティートークもステーブルコインもついそのイネーブラーというかそ,のそれを実現するためのこうプラットフォーム基盤を提供していますとで、えっと、実際に発行するのは日本だと、えっと、銀行か信託会社と信託銀行等かあとはその資金移動業者っていうここの3タイプで、えっと、これらが、えっとまあ、ある種の発行対ユーザーとして、えっと、プログマを使って、えっと、ステーブルコインをこう発行すると。 まあなのであのコインの名前は別に何でもよくて、別にあの三菱の名前を介した MFG コイン、これらのプラットフォームで出すことも別にできますし、この前発表した通り、プログマ自体はそのナショナルなあのインフラとして、別にあの三菱 UFJ から出て、いろんな金融機関さんにあの出資いただいて、中立の箱になるので、そういう意味であのいろんな金融機関さんがあのバックであの発行体になって、ステーブルコイン出すということもあの当然可能ですって。 銀行口座なくてもあの、例えばメタマスクみたいなウォレットで受け取る方向になっているそうですねあの、いわゆるちょっとテクニカルな用語だと、あのアンホステトウォレットって呼ばれる、そのメタマスクとか、のあの個人で、うん、あの勝手にこう開設してるウォレットがあるんですけど、ここにあのお金を動かすっていうこともあの認めるあの方向になっている。そ,だだからそこは受け取る利便性あるよね、銀行口座持てない人とか持ってない人も受け取れるし。 あ,あれはどうなの,あのノーシスセーフみたいな何人かが鍵を保有してる、はいる例えば DAO のお財布とかそういう本人確認はどこまでで必要になるかそうですねあのアオホステッドウォレットに対しては、えー、とどういう今回ちょっと規制になるかというのは、まあ、まだ確定はしてないですけど、えーとまあ、この1回こうゲートキーパーになるその仲介者の人がこう電子決済手段と取引業という新しいそのライセンスを。 与えられてで、まあ、こ,の人をこの人が知っているそのアンホステトウォレットのアドレスについては、そのまあ、いろんな今、ブロックチェーン解析ツールみたいなのが、まあって、でこれでそのあのいわゆるその制裁対象のこう送っちゃいけないリストとかになってないかどうか確認というのはアドレスベースでやるので、別にこのアンホステッドウォレットが必ずその 本人確認、必要からの氏名、住所とかですね、まあ、こういった情報なくても、別にそこに送ること自体は、禁止されてないいっていうところで,すでなぜこれが大事かっていうと、前回 DAO の話したじゃない、で、あの例えばあの市町村の,の PTA がなんか DAO を作りますと、で、この DAO のルールはあの、5人のうち3人がサインすると決済できると、そうするとあの5、5つのキーがあるお財布っていうのは今、作れるのね。で やっぱりでここの団体をちゃんと信頼されるんだったらこの団体は銀行口座なくても現金もらったり現金払うことができてで結構その本人確認のことをこうあまりにも厳密にするとこのお財布は誰の本人だ住所どこだっていうと5人が持ってるお財布っていうのは認められない可能性があったのでだからその今中間業者の人たちがちゃんとこれはちゃんとした組織だっていうふうに認められるのでそうするとその。 あの会社とか団体の銀行口座と同じような扱いが、ステーブルコインでできる結構これ大きいの、これができてなかったら、ステーブルコインは DAO が作れない、DAO が使えなかったら、すごくやっぱり利便性減ってたので、結構これは大きいと思うんだよね。うん、DAO の株式会社かというか、そこに近づく大きい、うんうん、やっぱり今回すごいなと思うのは。 あの銀行口座いらなくなっちゃうんだよねあの一部の人たちはで、まあ、大きくなると銀行口座も欲しくなるけれども銀行口座なくてもダウンが作れる銀行口座なくても個人がお給料もらえるっていうふうになるとだから銀行にとってちょっと不思議な気分になるの、ね、でそれを応援してる、まあ、銀行たちっていうのは僕すごいガッツがあっていいなと思うだ,だから海外でもちょこちょこ実験してるけどここまで本気でやってるのはあの あんまりなくて、で、多分銀行の中でも嫌がってる人はいるんだけども。やっぱり、あの、m u f g は、あの。亀沢さんがすごい、ここら辺リーダーシップも出るけど。そこの、なんか、こう、どうやって決断したのかとか。ってなんかそうですね。うん、あのー、まあ。やっぱり、まあ、あのま、まさに、その、亀沢さんとか、あの、トップマネジメントの方々の理解は非常にあるっていう。まず、前提があって。 で、その上でどういう説明をしてきたかってところなんですけど、あのやらないっていう選択肢が多分一番賢そうに見えるんですけど、短期的にはただ中長期的にはあの別にその今既存でやっている人たちがどう思おうがもう。 みんながそれが便利だと思ったらもうそうなっちゃううわけですそうなるともうその世界ではもう我々既存の人は立場ないってことにやっぱりなっちゃうんでどうせそうなるんだったらこっちの世界でもその活躍できるそのすべを今から考えとかないとあのな何もなくなりますよっていう説明をずっとセキュリティトークでもステーブルコインでもしていて。 でまあ、実際こっちの世界でもその既存金融が果たす役割っていうのは私はゼロではないと思ってまして、まあ、まさにその今の規制の議論は別に我々がコントロールするでもなくあの今の論調っていうのはの裏付け資産はちゃんとしたところに置いておけとでそのちゃんとしたところどこなんだっていうとやっぱり信託とかっていうのは便利なので、まあ、そこはやっぱりあのちゃんとこう我々がこう価値発揮できる場所があると思いますしそのステーブルコインがもう本格的にそのいわゆるみんなが使える状態になっているために 何が必要かというと、多分そのやっぱもらった給与を、そのさっきそのステーブルコインに変えるのがあの摩擦があるって言ったと思うんですけど、うん、あれが摩擦なく逆にできると、すごい使われると思うんですよ、ね。そうですね、そ,すうん、それがいいってなったら、うん、一気に広まりますよね。<laughs> でじゃあ、その給与ってどうやって受け取ってるかっていうと、まあ、あの今、あのデジタルマネーで受け取るっていう解禁もありますけど、まあ、あの今のところ、大半はやっぱあの銀行口座でもらってるわけで。 まあなので例えばですけど、この MFG だけじゃなくて、プログまでつながっているいろんな金融機関の方がみんな今やっているデジタルチャンネル、典型的なインターネットバンキングの中で、その中であの自然にそこがウォレットアプリ化して、受け取った給与がすぐあのステーブルコインに一部変えられるとなると、これは多分こうステーブルコインのハードルっていうか一気に多分下がるはずなので、そういう,こうチャンネルとしても、金融機関ってやっぱりまだまだ。 分厚い顧客基盤というのはあると思いますし、まあ、いくらでもこう、価値破棄できる領域っていうのはやっぱあると思ってるんで、まあ、ちょっと個人的なテーマは、既存金融とこの Web3 の世界を、いかにこう無理なくこう一緒にこう価値競争できるかっていうのが個人的なテーマで、まあ、ずっとこのプロジェクトをやってるっていうところなんか、斉藤さんは聞,なんかこう聞いてる限りすごり、ステレオタイプな銀行員ではなくて、うん、ちょっとこう、スタートアップ精神があって、こうメッチャーマインドがあるとそうですね。あの聞こえるんですけど。はい なんでこうどういうい経まあそうですねあの、まあ、美容院行くと銀行員と見られることは一回も今までなかまたんですけど <laughs> あのまあ,あのマインドのところとか経緯のところで言うと、えっと、別にあの入社はこのデジタル分野やるとは当然思っていなくってで、まあ、いろんな偶然がかた重なって2016年ぐらいに、まあ、当時そのフィンテックって言葉が結構流行りワードであってで当時私がたまたま IT 企画にいたので まあブロックチェーンも当時言葉としてはまあ,あったというところで,で、まあ、そこでちょっと専門部署を作らないと、まあ、いろんなこう金融機関にありがちなこう局所最適になりそうだなというところがあったのでその専門部署っていうのを作りましょうと企画したところからが今のキャリアの始まりで,でそこでそのフィンテック推進室というのがあの作っていただいてでその中でその専任担当としていろいろやっている中で で、新ビジネスでやっぱビジネスモデル変えるっていうところが私は、やっぱそのいわゆる DX と呼ばれる本質だと思ってて、あのちょこちょこなんかデジタルチャンネル化するのもいいんですけどやっぱ本質的にはビジネスモデル変革だと思ってるんでで,でそうしたときに信託の,の領域っていうのとそのブロックチェーンの領域とかデータの領域って非常にこう相性がいいなと。まあ 相性がいいとポジティブな言い方なんですけど、えー、とネガティブに言うと代替されかねないなとれちゃいますよ、ね。って思ったんですよ。その今までその信託という信用でこうレコードキーピングしてで誰が持ち主かっていうのをこう価値を保全してたのが、まあ、別にこれそういう取らさなくてもブロックチェーンでやれちゃいますって話なんで下手するとこれもう代替されちゃうなっていう危機感があったんでそのデータの分野で言うと情報銀行っていうビジネスモデルで,で、えー、とブロックチェーンの分野で言うとそのプログマというあのビジネスモデルでえっとやり始めたっていうのが。 まあ2017年、8年ぐらい、やってたよく反対されずに、そこまで,までした、なんで始まりそうですね、ロレッシブにやっぱり、まあ、こ,うこれは多分大手で、社内企業的な動きをしている人全般に多分あの言えることだと思うんですけど、その社内で一番詳しくなってないと、多分ダだめだと思うんですで、社内で一番詳しいと、その手の話ってほっといても外からいろんな人がトップの人に聞くんですよね。あ そそうですよその御社としてはどうするんですかとかって言ったときに、まあ、あの答えられないわけですよね。で、そうすると結局、じゃあそのだ誰が詳しいんだというふうな話になってってで、その時に一番詳しい人になってると、多分その自分の意見があの、まあ、いろんな当然あのこう意見はこう吸収した上で、まああで、社の意見になりやすいっていう多分構図があると思うんで、まあ、完全にそのブロックチェーンとか、まあ、そのちょっと手前でそのデータの話で 情報銀行もあれも結構アンチ・ガーファの文脈だったんで、じあ、そこら辺はまあ私が一番こう詳しいとされるポジションでなんとか仕事ができたんで、まあ、だんだんそうするとこうこう、まさにこういう場に出たりとか、好循環になっていってっていうようなところで今に至るって<も>と今回の,あの発表を見てすごいなと思ったのは、その銀行の中で一番詳しい人が作った一番ピカピカなものを外に出して、で35歳の 若者を社長にしてそして他のメガバンクに投資させてで独立してはなんか上場に向かうっていうの、うんはい、これ結構勇気が必要だよねで多分それは斎藤さんがそれをやんないと他の銀行は乗ってこないよねっていう説得だったんだと思うけど、はいはい、それは結構簡単だったいやいやもうこれはもう簡単じゃないですね <laughs> やっぱり難しくて <laughs> まあなのでその個人的に こう参考にしてた歴史上の人物でやっぱ坂本龍馬的な動きをしないとやっぱりその国全体としてまあ国っていうかまあ世界全体でやるべき話なんですけど、まあ、まずはそのこの国の中で固めようとするとやっぱりこう三菱ですって帽子かぶってるとですね乗りづらいなっていうのは思うわけですねでこれはまあ金融機関の中にいる人だとまあよりよくわかると思うんですけどやっぱりそのなんていうんでしょうねあの逆の立場でいけば あの三井さんとか、えーとまあ、住友さんとかみそさんの帽子かぶってるプラットフォームにあの乗っかってくださいねっていうのって、えー、とそのままだとやっぱり純粋にユーザーにはやっぱなりづらいでここはやっぱりその、まあ、まず作った人が胸筋開いて一緒にやりましょうと独占する気ないですとでこれを別に言葉だけだったら簡単なんですけどやっぱ資本っていう意味でもやっぱ一つになるっていうのが一つやっぱり企業として意思決定する上で重要だなと思いますし。 要はそのブロックチェーンの現場からかなり遠い人がその、ね、年次だけでその会社のトップになったりとかしてでその各社からその同じようなレイヤーの人がこう取締役として派遣されてっていうふうな集団になると、まあ、その要は、まあ、端的に言うと大手寄り合いのなんかその老舗企業のずっと小っちゃくしただけの会社に多分なっちゃってそれだとやっぱりイノベーションが起こせないので。 まあここはちょっとまあ我々が意識したところとしては、やっぱスタートアップとしてやっていかないと、分そのキャッチアップできないので、ここはそのみんなから出資はいただくんですけど、より合いの,あのちっちゃいだけ老舗にすることなく、スタートアップとしてやっていくときに、どういうそのリーダーシップ体制がいいかっていうふうなベースで議論してきたっていうところで信託銀行にこれイノベーションを起こされたそうですね。まあの,新の中でまずあの起こしつつ あるのかなといいううふうには思いますけど、まあ、ただ、マインドセットとしては多分信託だけでもやっぱりいけなくてあの他のメガバンクさん商業銀行の領域とか、まあ、あの証券会社さんの領域も含めて多分変えていかないとあのいけないのかなと思ってます、はい、なんでそんな,なんかミッションが使命感というか。 どうしたあでもそうですねまだあの入社の時からインフラが好きっていうのが結構あってであの目に見えないじゃないですかインフラって目に見えないから地味なんですけどのただ個人的にはインフラがすルべルてのルールを規定しているところがあるのであの実はその踊ってるようで踊らされてるっていうかその上のその人たちは実はその基盤を掘っていた時にこの基盤が結構そのやり方を規定しているところがあって。 どっちが面白いかなって言ったら、そのやっぱその全体をグランドデザインする方が個人的にはやっぱ好きなんですよね。まあそれってあのブロックチェーン以外の世界だと、まあそのそれこそ国の注水行ったりとか、あのしないとできないと思うんですけど、まあブロックチェーンだとそれを民間からあの結構その起こすことができるので、それは個人的にはすごい面白いなと思ってます。はい。ジョギさんもこのガッツある人大好きです。うん、うんうんう、すごい重要で。<laughs> で意外にインフラ 好きなな人ってそういういい改革を起こすタイプって少ないんだ,よ、ね、だからインターネットもやっぱりそういう改革を起こすタイプの人たちがインフラに行ったから世の中変わったのでかこういう人も珍しいしあとタイミングがねか今ちょうどステーブルコインが鳴ろうとしてこうあってそしてなんかあの日本も Web3 やろう多分半年前ぐらいだったらきっとパーミッションレスとさっきのメタマスみたいなウォレットは だめだよねってきっと言われていて、で、本当に半年前ぐらい、いろいろ議論された時も、やっぱり、やっぱり、銀行の中だけでやるって話、多かったよね、だからそれも本当に今、ちょうど風が吹いて、アンロックしたのですごくタイミングいいあのあの、まあ、プロジェクトだと思うでね。まだでも、最後見届けるまで、いろいろ、まだ何があるか分からないから、あとね、半年ぐらいいろいろ頑張らなきゃいけないすね。うん で重要なのは、それをこうちゃんとこう各金融機関さんが自分たちのツールとして導入をして、でまあ、さっきのお話にあったように、ステーブルコインを発行したりとか、あのセキュリティとかを取り扱ったりということに、まあ、使っていって、どんどんこう普及させる、あの使う場を広げていくということが今後、大事になってくるので、あの今、申し上げたようなメンバーの方に入っていただいて。 それぞれの方がこう使っていただくことで、えーとまあ、あの皆さんの目に触れるあの機会っていうのをどんどん増やしていくっていうのが、これからやることですね。はい、銀行ってど,どうなっていくそうですね、まあ、なので、まあ、2つあってですね、あの1つはその発行体化するって話と、2つ目はそのチャンネル化するって話で、あの1つ目の発行体化っていうのは、 そのステーブルコインもです、ね、あ,のまあ信託という,こう器に見入れてまあ発行するので、実はそ,のまあそこが例えばあのまあいろんな名前のコインだったとしても、あの法律上その規制される発行体で信託銀行だったりするんですね。まあ、なのでここが発行体として、えー、とまあ裏返すと裏付けとなっているドルとか。 あの円とかですね、まあ、別にこれドルにも円にも限定してないので法定通貨他にも外貨いろいろありますから、まあ、そういったところの置き場所として多分これはあの機能をあの求められ続けると思いますし。 あともう一つ、そのチャンネル化っていうふうな意味で言うと、さっきのその法定通貨とそのステーブルコイン交換する一番多分あのあってほしい場所っていうのは、やっぱり銀,銀行のチャンネルでそのままステーブルコインに変えられるっていうのがまあ一番望ましいかなというふうに思うので、まあ,あのこっちのそのチャンネルとしても多分生き残っていかなきゃいけない。まあなので、金融機関としては、目先課題としては、多分今のインターネットバンキングとかのデジタルチャンネルを ウェブ3用のウォレットにしていくっていうふうな動きを多分していかなきゃいけないはずなので、この発行体とウォレットってこの2つの領域で、多分金融機関はこれから頑張っていくってことかなと思ってます今年の,の2023年のビジョン、どいにしていきたい。はい そうですね。まあ、やっぱりあの皆さんから期待されていて非常にあのこう責任というかこうやんなきゃなって感じているのはやっぱパーミッションレス,ステーブルコインをえと円建てのものだけじゃなくてですね、多分その海外で使えるという意味だとやっぱドル建てのものも含めてあの実現できるようにあのしなきゃいけないと。でこの時に、 あのまあ我々側に求められているのは、多分二2つあって、1つはその信託銀行として、その法律準拠でその発行するときには、必ずその発行する器が必要ですから、えーとまあ、これをちゃんと銀行としてやっていくという話が1つと、あとはそ,のそれを実現するための基盤ですね、でこれもあの法律でいろいろなあの要件がやっぱ求められるんですよ、まあ、なので、今あるものをそのままできるかっていうと、やっぱちょっと少し手を加える必要があったりもするので、まあ、これはそのどちらかというと、基盤としてのプログマでやっていかなきゃいけないと。 で、まあ、あの私としてはその銀行の立場の帽子とそのプログラマの帽子とはどっちも被っている人間なので、えー、とそこをこう,うまく使いながらですね、こういかに実現していくかっていうその手足を動かす部分がやっぱり2013年は一番大事かなと思ってます。はい聞いやあのすごいやっぱりすごい期待してるあの一人の僕だと思うんですけど多分来年は。 新しいアイディアとして DAO が出てきてきてで、一番そこの中で重要な部分はも、もちろん法律もあるんだけども、ステーブルコインだと思うんで、ね、やっぱりステーブルコインがあるから役に立つので、でステーブルコインがもしパーミッションのせい、ね、できなかったら、かなりあの苦労したと思うので,で、やっぱり一般の人たちは、逃避目的で入ってないので、で安定して円、 っていうのがすごく、あのベースになるので、これで、なんか暗、暗号通貨の投資みたいな話から。本当に一般社会になると思うので、これはすごく、あの、大きなステップだと思。はい、よろしくお願いします。頑張ってください。ありがとうございます。斉藤、ね、さん <laughs>、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。